内山幸四郎氏人生家講義第3回昭和56年3月9日大阪朝日カルチャーセンターにて収録。ざっとだけお話しすることから始めますと、大体人生っていうことを考えるのにね、ああも考えられる、こうも考えられるっていう、まあいろいろ考え方でみんな違う。そうでなしに絶対的に、そのどうしても疑うべからざるっていう、そういうようなことはないもん、人生においてですね。そういうことをそのまあ考えてみると、人生において疑うべからざる事実っていうのはないわけじゃないということからこの前話したわけですね。それは何かっていうと、そのいわゆるデカルトが我思うゆえに我ありって言った、これもあのなことないっていうことが我思うだからね。それだから我思うゆえに我ありということはまあ絶対事実としなきゃならない。それから、まあ、あの西洋の思想は我思うゆえに我ありから抽象的にね、の存在概念を作り出しちゃって、で存在世界を体系づけていくのが、まあ、西洋の学問ですね。それに対して人生っていう地盤から言ったら、そのみんな死ぬんだっていうこと、これも絶対事実だ。デカルトも死んだ、カントも死んだね、絶対に死なないってやつはいないわけだ。いや、科学が進んだらね、その絶対に死なないようになるかもしれないって言って言うけれどね、大体ね、地球だって太陽だって滅びる時があるんだ。地球や太陽があの爆発して吹っ飛ぶような時に俺だけ死なないってやつはいないもんね。やっぱり死ぬ、これも絶対事実だ。ところがそのだから思う我は死ぬっていう、我思うゆえに我ありって言うけど、思う我は死ぬっていうことは、これも絶対事実としなきゃ。そうするとね、ただそれだけかっていうと、あのその死ぬっていうだけでもって打ち切るとね、みんな死に絶えちゃうもん。本当はやっぱり生まれてくるっていうね、刻々にその死ぬべき生命から刻々にね、その湧き出してくるっていう、これが生命ってもんだ。それでね、いやそんなことないっていうと思うっていうことが、もうそれだけ今湧き出してるんだから、刻々にね。だからこれも否定グルメの絶対事実だ。でこのその3つの命題はね、私どうしても絶対事実としなきゃならないと思うね。そしてところがこの3つがね、決してバラバラなねことなんじゃなくして、たった1つのね自己の生命の実物のそのあり方なんだってこと。それで私は人生家と古本で、あの人生家督本で自己、生命、神識という3つの項目を挙げましたがね、
自己っていうのは自覚する能力だ。自覚する能力、そして生命っていうのはその湧出能力、湧き出してくる泉のようなもの。それから神識っていうのは素定する、並立する能力ね。思うっていうことによって何かものをそこへ置くっていう、そういうこう能力ですね。そして我思うゆえに我ありっていうのはこの神識が思う、そうすると我あり。そしてこのところが思う我は死ぬっていうのはこれ生命だ。それから生命から刻々湧出してくる、それで神識がある、こういうあり方だってことね。これも結局自己の生命の実物です。結局自己の生命の実物のあり方だでということをなんだけれど、ここでね問題がある。その問題はっていうと、何の話がこれだけだったらね、これだけだったら生まれるんだ、ここで、そしてこれで生きる、死ぬと、こういう事実なんですね。早い話が生まれて生きて死ぬっていうだけなんです。ところがここにね、神識っていうのは我々の思いはね、俺があるっていうだけをこの思うんじゃないんだね。何か物足りようっていう思いを持ってくる。これは物足りようっていうのはその現実を否定してる、現状を否定して何かそれ以上のこう物足りようなんですね。それがまあ我々の場合いつでも内から突き上げてる。それでここのところにこういう、これが物足りようです。こういう羽が出てくるね。そしてこの物足りようのところからね、今度は自己っていうのをね意識するのにこうまた羽が出てきて、これはこの失礼、この羽はこっちです。生命からこう出てくるね。生命からその思いが出てくるのこれ物足りようですね。物足りようっていう思いが生命から湧き出てくる。そうして今度思うっていうことによって世界が現出する。話が我々色気がある、あればこそその異性が気になってしょうがないですね。ことだ。そしてそこに今度俺は男だって言ってね、その俺を意識する。この場合その死ぬことを忘れてるね。死は切り捨てて通して一歳分の一の我自覚だ。死ぬってことは全くもう忘れて
そして一歳分の一、そのいわゆるこの中のこの世界の中のただ一人の俺っちゅうものを自覚するわけね。そして早話がこの物足りようが起こってくればこそね、例えば色気が起こるから女が目に行く、そして俺っつってね、色気女俺、色気女俺っつって、ね、そしてこう この羽がぐるぐる回り始めるわけだ。我欲があればこそ妙理があり、そして俺、それからなんか女の人だったらムシムシするって、そこでもってヒステリー、そして私っていうふうにこのぐるぐる回り始める。こういうふうにね、これ近鉄のマークじゃないんだでこれがこういうのがね、あの生存のサークルだ。そしてこのぐるぐる回り始めると、あの今度生命の実物地盤からね、あの宙に浮いてくるね。そして結局この前このヘリコプターのあれを書いたけれどね、頭がぐるぐる回り始めるから、それでもって三枚羽が回り始めてですね、ヘリコプターとなって生存の宙に浮いてくる。そして結局この世の中ってやつね、この生存世界の世の中はそういうあれですね、みんな浮いて空中に浮いた大ボス小ボスチンピラの落ちこぼれってやつ、そういうのはみんなあれして空中接触してさ、それで早い話がまあ蹴落とされて、で自殺するやつも出てくりゃノイローゼも出てくる。で つまりこの三枚羽の中で我の羽が一番傷つきやすいってことだ。そしてまああの本来は生まれて生きて死ぬんだけれど、それが生まれて苦しんで死ぬっていう話になってくるわけだよ。いや、この前はそこまで話したわけだ。昔ね、ペルシャの王様が、我が国民はどういう生き方をしているかって学者たちに尋ねたわけだね。そしたらば学者が、はい調べましょうって言って、そうしてね、一生懸命になって学者たちは調べた。そして何十年もかかってね、そしてペルシャの国民のその調べ上げた資料を車に何台って積んで、そして持ってきたんだね。そしたら王様がね、これはとてもね、俺には読み切れない、もうちょっとこうまとめてそのくれなきゃ困るって言って行ったんですね。そしたらまたそれから10年ぐらいかかって、その資料をまとめてね、そして今度分厚い一冊の本にして王様のところに持ってきた。もう王様は年取ってね、はいで年取ってから、この本は俺はもう読むだけの力がない、もうちょっと簡単にまとめてくれないか。それからまた何年か経って、もう王様はとうとう死のところへ着いたって。そしたら学者がそこへ駆けつけてね、王様、ペルシャの国民は
まれて苦しんで死んでいきましたってそれが最後の結論だったっていうね。で王様もそれで死んでると。結局ね、大昔からね、人間っていうのは飽きず懲りずね、生まれて苦しんで死んでいくだけなんだね。私はそれをただ今この話はね、力学的構造をダイナミックにお話ししたわけだ。でこのあれですね、この構造で、この構造において、その三枚、これが生、これは生命の実物ですね。それからこの三枚羽が出てくるのも、これ生命の実物でなきゃならない。でしかしながら、これが回り始めて、それで空中に浮いてヘリコプターとなって、この世界でもって空中接触して、そして落っこって死ぬっていうのはね、これは余計なことだ。本当はそうしなきゃならないってことはない。そこのところね、結局生存人、この生存の宙に浮くっていう、我々生命から、生命、本当は生命って、私が生命っていう場合には、生まれて生きて死ぬっていう、それその生命ですよ。ところが生存っていうのはね、死を切り捨てちゃう。そしてね、死を切り捨てて考えてる、自分を意識してる。そういう場合には、この結局物足りようの思いを満たすことだけが価値になる。それでその価値の取り合いになるね。いや、みんな、私は幸福になりたいって、まあ幸福ってやつがね、いい加減な概念だ。しかしながら幸福になりたいって言って、早い話が自分の欲望を満たしたいってことだ。そしてね、その幸福の取り合いで、それで空中接触して、そしてみんな不幸になって死んでいくんだ。これが生存競争だけになる。私がね、こんな今この人生化講義っていうのをやってるのは何かっていうと、みんなね、幸福を夢見て、そしてね、結局不幸になって死ぬのかわいそうだと思うからですよ、早い話がね。で早い話が、この物足りようっていう、その実物の現状を否定して、そしてその物足りようの思いだけを俺だと思って、主人公として、それで行動して、それに応じた世界へ現出させてだ。そして生存、最後はね、いかに自分自身死を切り捨ていて、切り捨てていても、死ぬってことは絶対事実なんだからね。それで結局生存的我っていうのは苦しんで死ぬと。これは私がこの前も話したように、思いは幻影、行為は現実、結果は化けて出るっていうね、その公式通りなの。仏教ではこれを枠ごっくって言うんだね。でこれをね、世の中の人たち本当に飽きず懲りずやってるだけだ。私がその玄宅の安泰寺にいた時分ね、いろんな人が、あれ朝日でもって宿なしホックさんっていうのを前、心のページで、あれですね、1年半連載したわけだね。一週に一度だけど、それだもんだから、いろんな人がやってきた。まあおかげさんとシャバを、そのシャバの風景を見るのには非常に役立ったけれどね、そのまず
その小学校は成績が良くていい子だったのに、中学へ入ったらその急にグレ出してっていう、そういう子をね連れてくる親がいたね。そうかと思うとね、中学までは成績が良かった、だけれど高校へ入ってから急にね勉強の意欲をなくしちゃって、そしてそのブラブラしています。そういう高校生をねの面倒を見てくれって言って安泰寺預けに来るやつがいたもん。そうかと思うとね、高校までは成績が良かった、ところがその大学行ってから変になっちゃったって。そしてねそのそういう大学、高校まで一生懸命大学へ入ったらと思って勉強して、大学へ入ってみたら大学があんまりくだらないんで、もう勉強意欲がなくなっちゃったっていうの、そういう学生もやってきたとね、大学までは良かった、だけれど勤めに出たら、そしたら急にねそのノイローゼになったって言って、それでやってくるやつや、あるいはねずっとエリートコースで来た、そしてね課長まで昇進したんだね。ところがノイローゼで置いてくれって言ってやってきた人がいたね。それからまたね、今度は一流企業のね、まあ、超一流企業、超一流企業の研究所員って、やってきた時の名刺見たら博士号までついてるんだね。それで会って話聞いてみたら、私はこの給料も収入もたっぷりあるし、家庭もうまくいってるし、しかしながらこの頃ノイローゼなんていう話ね。それから そういうのはねまた重なるから面白いね。そういうのは来るの、その超一流企業のねその研究所にこっちからも来たと思った、またこっちからも来たもん。そこへ持ってって国立大の先生教授って、あの、まあ、みんな博士だったね。それでもみんなノイローゼに来てる人いた。それでそうかと思うとね、もはや寝たきり老人になった。で寝たきり老人になって、もう見たら急に死ぬのが怖くなった。それでどうしたらいいかって言ってね、奥さんが代筆で私にその手紙を起こした人もいるんです。でこれね、こういう相談ね、それこそ多すぎるんだけれど、これらは同一類型だ、一つのその類型のであって決して別物じゃない。というのはどういうことかっていうと、人間っていうのね、今までにくじけたことがなくて初めてくじけたっていうのね。そうするとそのつまずきのショックでもう立ち上がれないっていう人多いんですね。でだからくじけるのはなるべく早くくじけておいた方が有利だと思うよ。その小学校せいぜい中学ぐらいまでにくじけた体験持ってるってことね。ところがずっとこうくじけた覚えがなしに大学出たの課長になったね、社長になったって、それからくじけて初めてっていう人は、これはショックも大きい。で世の中にはね、子供の頃から踏みつけられっぱなしにその話してるやつもいるじゃないか。それでもそれなりにその雑草みたいにね、ちっちゃいながら俺の花を探してるやつもいるんだ。それなのにね、
その今までに不幸を一遍も、不幸つまずきを一遍も経験したことのないっていう人間ね、これほど不幸なことはないんだなっていうことだけはよくわかる。そして私はそのつくづく感じたのはね、世の中で本当に力のある人っていうのね、これはその生存競争での優位者じゃないんだっていう、そうでなしに失敗や逆境に出会っても弾力性を持ってこうそれに耐えるね、このちょうどその私はあんたにいた頃松の木よく登っちゃ枝は切ったりなんかしたけれど、この枯れ枝に登るとね、相当の太い枝でも枯れ枝に足かけるとポキッていくね。それに対してほんのこのくらいの細い枝でもその葉っぱに、あ、その先に葉っぱがついている枝はね、その実を私が乗るぐらいの重量をかけても折れないということはね、その片っぽは生命力がある。ところがもう生命力がないとその一旦逆境つまずきんであるとポキッと折れる。で本当のね力のある人っていうのはそういう点、生存競争の優位者じゃなくして、かえってね、そのそういう失敗逆境つまずきっていうそういうのに弾力性を持って耐えて、そしてそれを乗り越えて伸びる、結局生命力のある人、それがねの方が強いんじゃないかっていうことをね、私つくづく感じたんだけれど、どうですかね。で、いや人がね生活している限り、損得とか利不利とかね、その全く考えないで生きちゃいられないだろう。まあ私なんかあんまり考えない方だけど、考えないでもまあ大道割歩して生きてきちゃったけどね、前世シャバンで勤めたりなんかして働いてる人はどうせ損得利不利を考えずには生きられないと思う。しかしね、問題はだ、その生存地盤で生きているか、あるいは本当の生命地盤で生きているか、この地盤の問題をよこれからお話ししてみたいのね。要するに生存地盤で生きている人はちょっとあれするとパキッと折れる。それに対して生命地盤で生きている人はそれに耐える、そしてまたそれを乗り越えて生きるっていうところがある。だからね、生存社会の通貨、この生存社会の通貨は生命地盤では通用しないんだっていうことを言いたいんだ、結局は。ところが普通はみんな生存社会の通貨が生命地盤でも通用するとこう思ってるから、そこで間違う。いや私のところに以前から安泰に私が日曜三千会やってくる頃いつも来てた人だけど、これはね建築会社の二世社長です。それがいつも親父さんが社長で、そしてその息子である二世が副社長やってんだね。で、その今その副社長が、社内でもって訓示与えるらしいんだよ。その訓
訓示を書いた社内報っていうのをね、いまだに送ってくるけどね、バカだな、バカ社長だな、バカ偽社長だな、私は思って見てるけれど、その、大体、まあ、人間がバカだ、出会ってみてね、それなのに、その、親父の意向で、副社長、そして、社内の人たちに訓示を与えるっていうのね、これ、いわば、金と地位っていうのを傘に来て、その、自分より年も上の人だろうし、あれですね、技能も優れてる人たち相手に、そしてその訓示を与えて、それを印刷して、そしてまあ送ってくるんだからね。これはその生存社会の通貨を、この実物、生命の実物地盤で通用すると思う。しかしこれは私思うけど、この社長は親父が死んで、この副社長が社長になる時にはどうしてもつまずくと思う。これもやっぱりね、その、奇跡は起こらないんでね、そういう点ね、金も地位もそれからこれ人格っていうんでも、これ危ないとこがあるんだね。このエリートコースずっと来た。そしてその世間的に見たら非の打ち所のない先生だ。だから、生存社会では立派な人格者です。ところがその先生があれですね、やっぱり病気で寝込んじゃった。そうしたら今度ぐずってしょうがないっていうね、その娘さんから、娘さんが相談に来たことあるね。これでそういうことあっても不思議じゃない。これ人格っていうのは、先生なんていうものはね、先生とか坊主とかっていうのはあれなんだね、こう初めから教えるっていう立場であれしてて、その他との兼ね合いだけで生きてるでしょ。それで自分が自分になったっていう覚えなしで通ることがある。ところがべったり寝込んでもう死っていうものを前に置くっていうような時は、これは他との兼ね合いの世界じゃないんだから、自分だけの自分になる世界です。そういう生命地盤だ。その時どうしていいかわからないって言うんでね。だから生存的人格者っていうのは生命の場合に通用しないってことあるんだと思う。その辺間違いやすいんだね。やっぱりシャバで偉い人は偉いんだと思って、ところが自分もそう思ってる。ところがそういうふうにはいかない。とにかく今はね、世を挙げて生存ボケの時代だ。で、生命の大地に根を下ろして生きてるってやつはいないんだ。そういう実物見本がないんだ。だから何でもかんでも資格資格って言うじゃないか。資格っていうのがね、大体ただ生存地盤の約束ごとの話だもん。それで、いや坊主まで資格ってね、坊さんが資格資格って言ってるの、これも妙なもんだ。で、その点生存と生命をはっきり区別して認識しておきたい。生存は死を切り捨てて、そして一歳分の一の俺として、で、他との兼ね合いだけで生きてる。ところが生命っていう地盤はね、生死を一つにした、死をひっくるめたね、生死を、これ普通
シャバでは、世間では生死って言いますよ。あの仏教では生死っていうね、まあ仏教の方が昔からのあれなんだから、生死っていう言葉私よく使うから覚えておいてください。とにかく生死を一つにした、そして自己切りの自己の生命だ、これが生命ってものです。だからね、生存っていう地盤で生きているのはね、あたかもね、香港フラワーのような、あんたんちの連中に香港フラワーって、香港フラワーって何ですかってあの田島の山奥に住んでると香港フラワーっていう言葉も実物も見たことないね。ね、だからあの、まあ今皆さん香港フラワー説明しなくても分かるだろうからあれだけど、まあ綺麗なねその像かな。ところがね、香港フラワーっていうのは綺麗だけれど、それから枯れないもん、これほど結構なもんないかと思うけれど、その代わり世紀も後期もない。そしてその実も結ばないし、蝶々も飛んでこないし、薄汚れれば捨てられるっていうだけだから。そして今の時代ね、だから見てみると香港フラワーみたいな人間ばっかりだってことはよくわかるじゃない。みんな世紀も後期もないもん。そして何も実結ばない。だあんたの一生どういう実結んだんだ言ったらね、私何もない、それだけだもん。で薄汚れて捨てられて、あのでその点ね、生存地盤の先っぽにそのつまずきがあったね。あの我っていう羽が折れやすいって話をしたけど、その生存地盤の先っぽにそのつまずきがあるように、この1歳分の1のこの我のこの我の先っぽはっていうとね、絶対的に死なんだっていうことね。決定的に究極的に死がある。だからね、この死を取り上げてみることによって、今の人たちがいかに生存ボケしているかっていうことがよくわかる。で私は今これからそういうその死を取り上げて生存ボケのあれを話してみたいわけですよ。ところがシャバの人はね、死っていう言葉一つ聞いただけでも縁起でもない一生負けってそういう感覚だからね、ダメだ。でところが今私がね、その死を取り上げるのは決してね、遠征感のためじゃない。これ仏教の人たちはね、お釈迦さんが生老病死ってね言って、あれしたらこのもうお釈迦さんに近い時代の人たちからして、これ遠征感として受け取ってね、それだけ間違いだ。仏教の死っていうのは遠征感として受け取るべきじゃない。ところが我々の生きてる先っぽは死である。何しても面白くない。まあ山へ入ってそして死ぬのを待ってよってさ、そんな生き方じゃ本当の人生の真実にはならない。でそれはね、生存地盤から死を見るから悲しくなるんだ。それで生存地盤から死を 見てるから、死っていうことを考えることによって遠征的になる。どうでしょう。そうじゃない、この生じぐるみの生命、そのね、生命として死っていうのを見れば死ぬのは当たり前なんだ。当たり前として見なきゃなんだ。そして結局生存地盤から見たら、その生きるっていうことが非常に頼りない生き方になる。
それに対して生じぐるみの生命っていう地盤から見ると、初めてそこに生命力、本当の意味の生命力、そういう頼もしい力が出てくるんだって。今私が死を取り上げるのはそういう話をしたいんだから、景気のいい話だからこの不景気な顔して聞いてもらっちゃ困る。でこれ17、もう今からこう数えてみたらね、もう17、8年前の話だ。私の話はもういつでも何十年っていう昔の話ばっかりになるけれど、それだけちゃんとこう、年月かけて温めてる話だからね、そう思って聞いておいてください。17、8年前ね、まあ、あの玄宅の安泰寺にいた頃、近所のね人のお母さんがね軽い中風になった。そしたらね、うん、お嫁さんがね、この旦那さんに向かってね、世間っていうもんがあります、あんなね中分の老人を家へ置いといたら子供たちだって恥ずかしい思いしなきゃなりませんって言ってね、そのお母さんを無理やりにその老人ホームへ養老院に入れようって言う。ところがその息子さんがね相談に来たんだ。その女房はそう言いますけど、その、私としてはうちでもって面倒を見てやりたいんだけれど、相談に来たとね。だからまあ私もその奥さんに向かってね、まああんたのところ、子供も一応育って手もかからなくなってんだから、あの、その旦那さんのお母さんね、お母さんもね、あんた面倒見てあげたらどうだ、その年取ってちょっと病気したらって言ったらね、もう鎧に送り込みゃいいってもんじゃない、老人っていうのは決して廃棄物じゃないんだからって、ちょっとその言葉ひどい表現して、廃棄物じゃないんだからって私そう言ったもんね。そしたらその嫁さんがね、いえあんな中部の老人は廃棄物ですこうヒステリックに言ったね。これがびっくりした。そのそれでね、まだそのあれですね、その言葉の激しさが私の耳にまだ残っているでそのお母さんも間もなくそれだから死んじゃったわけだけどね、そのそれから13回忌になるかならないかのうちからね、その嫁さん、あのあれですね、心臓病が悪くなって、こうして病院に出たり入ったりして、まあ、あのこのその前のお母さんよりもっとよっぽど廃棄物的な顔して今いるけれどね。だから昨日は人の身、今日は我が身っていうところがある。その嫁さんね、あの金がね、私はあの死ぬ時にはコロッと行きますよって言うから、いや行かないって言ってもうそんな人に限ってね、コロッと行くはずがないもん結局ね、コロッと行きますって、私はコロッと行くってね思ってるだろうけれど、そんなね、その生じっていうことは 思ってできることじゃないんだ。思っても思わなくても、その受け入れても拒絶してもそうであるっていうようなね、絶対的な生命地盤で行われるんだから、死ぬってことはね。だから神は何事も成し与うっていうキリスト教の聖書の言葉にあるけど、これそういう神の力を恐れなきゃならない。その点ね、そういう話決してね一言の話としてあの話したり聞いたり したら意味ないと思ったね。これ我がこととして考えた。ところがね、今言うように今の人たちは死ぬってことさえも
この自分人が死ぬことだ決して俺の死ぬことは考えている。人が死ぬ、そして俺それを死を俺の生存地盤から見てる。俺、まあ、ちょっと気持ちの悪い話するから下っ腹に力入れてこのあの屠殺場じゃねの話の読んだことあるけど、牛っていうやつはね、この屠殺場へ連れて行かれるっていう、もうその日の朝からもう感づいてて、そしてなかなか動かないそうだね。それをまあ無理やりにそのトラックにでも乗せて連れて行っちゃう。こうして屠殺場の前まで来ると、もうそれこそ牛は必死になってその中へ入るまいとする。そしてまあそれでも中へ入れちゃって殺しちゃうらしいんだ。それに対してね、豚っていうやつはね、無邪気なもん、あのよちっとも屠殺場へ連れて行かれても何ともないっちゅうね。そして目の前で豚の仲間の豚が殺されて、あの叩き殺されて、それで血が流れてる、その血を舐めてるっちゅうもの、それだけ無邪気なとこがある。ところがね、人間はどうかっていうと、牛から豚へね急変するんだから、これが悲惨だ。例えばね、この近親の人が死ぬっていうと、すぐ遺産相続って遺産はどこ行くかって、そっちの方へ気が回る。でこの頃はあんた、その相続争いなんていうね、この厄介な言葉は使わないっていうもんね。遺産相続って、その相その会うっていう字使わないで、争うっていう字遺産相続ってね、争って継ぐんだからそれでもうそういう熟語ができたっていうんで、なるほどなそれだけこの世の中が進んだんだねそれで結局、あるいはボスが死ぬ、そうするとその後釜誰だって、それだけがあります。いや、葬式を派手にやるっていうのもね、結局その葬式っていうのはね、死んだ人の霊を弔うためじゃないもん。新たにそいつをこう地盤を獲得したやつの回転披露だそう思って見てないと話は違うで、沢木老師も言ってたもん、葬式の時に坊さんがこの派手なこの衣やおけさ着て出てくるっていうのね、あれは葬式の花輪だって私は回転披露の花輪だって言うねだからやっぱりそれは派手なほどいいってでね、結局人間ってやつはだから、このそういうんで人が死ぬっていうのを俺自分の生存地盤から眺めてるってことはね、豚とどこが違う、その目の前で仲間が死んだ血をペロペロ舐めてる。ところが今度人間ってやつの悲惨なところは、このいざ自分が死ぬっていう時になると虫に変化するね。そうすると今までこうその血を舐めてきたこのあれがまだここへくっついてるじゃない、その血の匂いがしながらだね、俺が死んでいかなきゃいけないって。だからこれその落差は大きいの、ね、因果応報だそれでそれだけに余計自分の死を恐れ苦しまなくちゃなんないんだと思う。だからね、その点ね、自分の死っていうことを本当に積極的に取り上げて見つめてみると、当然ね、自分の生き方も変わってこなきゃなんないところがあるんだと思う。例えば今、まあ、老人ホームっていうの、老人ホームっていうんで、老人たちが
そのホームの中でみんな仲良くしてるのかっていうと、そうじゃないんだから恐れいるんだよ。暇でしょ、これだもんだから。そしてちゃんと結構その老人ホームの中でボスができるんだね。そうするとまたそのボスを取り囲む連中ができる。そしてまたその育児のない老人もいるわけ。そうすると育児のない、いじめられ子っていうのか、いじめられ老っていうのかねいじめられ老人っていうのをこうせせって、そういうの せせるっていう言葉ね、これ、信州から遠州にかけての言葉でね、この、川の中でもって土壌をね、こう足でもってこうやってせせる。そうすると土壌がピャッと出てくる、それをパッと捕まえようっていうのは、このせせるっていう言葉、あんまり聞いただけでもあんまりいい感じの言葉じゃないけれど、それを老人ホームの中でそのボスをそのあ取り囲んでね、みんなでもっていじめられ老をせせって楽しんでるって、これだけやってるんだっていうから、そういう風景ね、ちょっとおかしくない少なくとももはやみんな片足以上、この両足も棺桶の縁もかけてる。それの中でこの人に邪険をして楽しんでるってことは間違いである。そしておかしいってことはよくわかると思う。それからね、大体その我々、野心とか名誉欲とかっていうのね、あれ私ももうこれそろそろ老人の部類入りかけてるわけだけどね、でもああいうこの今の私の年になってこう見てると、年寄りがその最後までその野心、それからこの権力を握ってって離さないっていうのをね見ると、あれはやっぱり狐に疲れてるようなもんなんだなってことはよくわかるね。それでね、いや若い時代にはね、その名誉欲とかその野心とかっていうのはあってもいいけれど、あんまり年取ってまで最後の最後までそれにかじりついてるっていうのはどんなもんか。早話が毛沢東でもね、あれもうちょっと早く隠居してその死んでからあんなその汚名を残さなくてもいいんじゃない。それやっぱり最後の最後までなんか疲れてるね。いや老々大々ね、妙利に疲れて活躍しって、今日本の政治界でも、まあ、経済界でも、あるいはこの、いずれの社会でもそうだと思うよ。老々代々ね、妙利に疲れて活躍してんだ。もっと早くね、その若いやつにそういうのは任せた方がいい。それなのにもうあれ疲れちゃうとやめられないらしいね。そして老々代々疲れたままでこと切れぬってそのそれだとちょっとまたおかしくなるじゃん。要するにこの世の中のね、この妙理とか野心とかってのはこの世の中の約束ごとの話なんだ。この約束、世の中の約束ごとの中に自分の一生を投げ込んで生きる、これは本末転倒っていうんだね。だから例えば、まあ、人生家督にも書いたけど、養鶏場の鶏っていうの、これ毎日卵を産ませさせられてな、それこそ
夜中までこう明かりつけてね、私大垣にいた時にお隣がそのあの近所養鶏場がいくつもあったもん。そうすると夜になって明かりつけて、そしてコツ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 食べさせられるんだね。食べるから早く卵を。そして人間ってやつは悪いやつで、一羽の鶏のその卵巣の中にその卵になるべき数がいくつかってのもあらかじめ数えてあるんだね。だからそれだけ数産んだらもうちょっとこうひねっちゃってそして安レストランのそのあのなんていうかチキンなんとかジャズになっちゃうこんな一生ね送っていいもんかどうかな。しかもね、そのそういうその子孫を残すためにそのあれですね、卵を毎日産んでる主計ってやつね、種卵をね産んでるやつもいる。でその点ね、我々いつもこれこのまあそれ鶏のことだと思って、鶏かわいそうだと思う、皆さん思ってるだろうけど、じゃあこの世の中見てみろそんなやつばっかりじゃないか、この世の中。それで全く人生とは何か、人生っていうのを人生として送る価値があるもんかどうかっていうね、考えたこともなしに、それでただ子供だけ産んで、これ全くあれだ、あの養鶏場のね鳥とはどこが違うか。これもね、生命っていう地盤から見るとおかしいっていうのは分かるでしょ。生存地盤から見てるだけじゃあのちっともおかしくないと思ってやってんだね。だけど生命っていう地盤から見ると、人生っていうことを諦めることなしに、それから諦めていないから子供にも教えることはできないまんま、しかしとにかく子供だけは産んでるっていうこいつはあんた鶏と同じだ。でこれは本当におかしな話で、その点ね、今言う死を切り捨てたその生存を生きるんじゃなし、この死の蓋をまずこう一生懸命みんなね、死っていうものを蓋しよう蓋しようとしてる。で見舞いとしてる。そうじゃない、その死の蓋をポコンとまず取らなくちゃ。そしてね、生死を一つにした生命地盤、そういう地盤で生きるんじゃなくちゃ。ところがね、一体どういうところでね、我々そういう生命地盤から生存にこの生命の実物を我々見失うのかということね。今言った物足りを世界現出、そして死を切り捨て一歳分の一の我自覚って言ったけれど、もうちょっと具体的にね、この今我々が生命を見失う見失い方を研究してみると例えばだ、今若い人たちが、若い男と若い女と結婚するっていうこと、結婚っていうとですね、まずあれでしょ、盛大な結婚式を挙げる、もうたくさんの人集めてね、そしてその友人親戚という人からまあ、いろいろ祝福受けるじゃない。それだけね、盛大な結婚式挙げた手前から言っても、もうもはや彼と彼女は絶対別れられないはずだ。それからだね、戸籍上っていうもんね、これでもその誰それの妻誰それって言ってちゃんと届けてた、そして正式に婚姻届け出すじゃない。
今度はそうすると法律上からもそう簡単に分かれられないはずだ。そしてまた新しいアイノスっていうんでね、まあマンション買ったり借りた借りるかなんかこう家をあれしてですね、そしてあの調度品なんかもこう買って備え付けるじゃん。そうするとこれ